そしてさらにここで終わらないのがこの充電スタンドのすごいところで、はい、皆さんこんにちは、村田です。最近ですね、やっぱりガジェット類が増えてきて、デスクの上が物で溢れ返ってる方っていうのも多くなってきてるんじゃないでしょうか。やっぱりテレワークが始まってから自宅でね、仕事をする上で、デスクの上、やっぱりガジェットとかの充電ケーブルだったりスタンドとか、物がね、こう散乱してごちゃついてる人ってたくさんいると思うんですよね。それを解決するのが、こちらのね、充電スタンドなんですね。これ何が便利かっていうと、3台のデバイスを同時に充電することができて、デスクの周り、もうケーブル、配線関係とかがもうすっきりね、これを一つ導入するだけで解決してしまうというね、とても便利な、充電スタンドなんです。ビズグラムっていうブランドだったかな、から出ているもので、なかなかね、使ってみてよかったので、今回レビューしていきたいと思います。それでは行きましょう。はい、それではね、外観からチェックしていきましょう。この丸い台座にもう一つ丸があって、さらにその上に丸、半円っていうのかな、がある、こういったフォルム、割とスタイリッシュですよね。これが他のね、いろんなガジェットそれぞれにスタンドがあったらすごい大変じゃないですか。だからこれがね、一つで全部を賄えてしまうっていうのがとてもスッキリするポイントですね。この充電スタンド自体に電力を供給するには、この後ろのね、ケーブル1本だけで済むので、配線関係もすっごくスッキリしてとてもいいと思います。で、まずね、この上からいきましょうか。この上には時計のマークが書いてある通りで、こういったね、Apple Watch を充電するところになります。こんな形でピュンとすれば、充電できますね。はい。で、続いてこちら、これはマグネットが仕込まれている充電器になりますので、マグセーフ充電機能がついたね、 iPhone12 以降かなに関しては、これが使えるようになりますので、マグネットでくっつけてこんな風に充電することができます。で、しっかり固定力もあって、こんな感じでずれたりもしないので、しっかり安定してますよね。もちろんこういう風な形で横向きにすることもできるので、動画を見たりね、する時だったりも便利じゃないでしょうかね。最後ね、この下に書いてあるのはイヤホンのマークとか、スマホのマークとかあります。なので、スマホで言うとこちら側に置くと、はい、ワイヤレス充電できますね。他にもこういったワイヤレスイヤホンですね、これも充電することができます。こんな感じで、Apple Watch、iPhone、ワイヤレスイヤホン、もしくはもう1台のスマホ、3台同時に充電できてとても便利です。この3台分をね、それぞれ充電器準備してなんてね、ちょっとやってると本当にね、自宅のね、狭いデスクスペースがね、ほんと散乱しちゃうから、これ一つあるとだいぶ助かりますよね。で、出力に関しては、Apple Watch を充電しているこちら側は 2.5W 出力ですね。そしてこちら側、この iPhone 充電しているところの台は、これは 7.5W の出力。そしてこの下、ワイヤレスイヤホン充電しているここに関しては 5W 出力が、マックス出せるそうです。そしてさらにここで終わらないのがこの充電スタンドのすごいところで、ちょっと明かりを、消してみたいと思います。はい。で、消してみてですね、ここのね、なんかね、ライトっぽいところのボタンがあるんですけど、これをね、触るとほら、こんな感じ、こんな感じ、こんな感じ。こんな風にデスクライトにもなるんですね。なので、ちょっとね、そのデスクのね、上にね、明かりが欲しいなとか、あとこれをベッドサイドに持ってきて、ベッドサイドのテーブルに置く用の充電スタンドとして使うこともできます。なんで夜寝てる間にね、Apple Watch の充電、iPhone、そしてワイヤレスイヤホン。大体このセットって持ってる人だと外出に持っていくじゃないですか。だから寝てる間にこんな風に充電しておいて、室内との代わりとして間接照明にもなるんじゃないかな。そういった使い方もできるということで、リモートワーク中のデスクスタンド、あとはベッドサイドのスタンド、両方に便利なアイテムなんじゃないかなというふうに思います。今ね、こちら使ってるのは iPhone 14 Pro なんですけど、こんな風にくっついて、しっかり充電できるんですね。なんですけど、ここね、ちょっと若干このカメラレンズユニットと若干干渉してるんですよ。しっかりくっつくし、充電もできるので、この干渉はね、気にならないんだったらいいのかなと思うんですよね。で、13 Pro だったら、ちょっとこっちをつけてみると、バスッと、しっかり充電できますと。
こっちに関しては結構これ干渉はしてない感じですね。絶妙にこう干渉してない感じ、もうほんとミリ単位で、なのでちょっとね若干自由度というか、こう真正面にこうなんていうんだろうな、垂直に向かせるためにはちょっとここに干渉して浮くかな、若干こう斜めになってしまうかなっていうところはありますが、まあ使えないことは14プロでもないですね。まあもちろんね、こういうふうな感じで横画面、これも問題なさそうですね。うん、なのでまあ14プロのユーザー若干干渉するけど使えないことはないですよっていうところですね。今気づいたんですけど、これ一応まあ4 in 1ということで、スマホ、イヤホン、スマートウォッチ、ライト、なんですけど、これ実はこれ後ろにですね、もう一つこれ USB-A ポートがついてて、まさかと思ってちょっとねイヤホンの接続したケーブルをちょっとつけてみたんですよ。するとですね、バスッとつけてみると、ほらちょっとわかるかな、はい、充電できてるんですよね。ちょっとねライトが見づらいからわかん、あの点滅しててちゃんと充電できてるんですよね。つまりこれ5 in 1なんじゃないって今思って、だってこの Apple Watch 充電、 iPhone、 この台座の部分のねワイヤレスイヤホンのとか、ね、スマホで充電できるところ、これ3つ目ですよね。で4つ目がまあこのライト、最後5つ目がここの USB-A ポートから出力して、まあ、イヤホンとかを充電できるっていう5 in 1だったっていうね。まあここまで使いこなす人いい、さすがにどうなんだろうね、いるのかな、わかんないんですけど、まあ一応ね、あのこういったおまけというか嬉しい誤算もありました。カラーバリエーションに関しては今回ねレビューで使ったブラックの他にホワイト、清潔感のある、真っ白ですね、がこの2色がありますので、使っているこの端末の色に合わせたりとか、デスクのねインテリアに合わせたりとか、まあ、そういった感じで選んであげるといいんじゃないでしょうか。はい、ということでビズグラムから発売されているこちらの充電スタンドをレビューしてきました。まあ、アップルウォッチ使っている方、そして iPhone とワイヤレスイヤホン、無線のねワイヤレス充電ができるタイプ持ってる方であれば、この3種の神器をですねいっぺんに充電できて、なおかつスペース、小スペース化ができてごちゃごちゃしないよっていう意味ではめちゃめちゃ魅力的な商品だと思いましたね。今回紹介したこのビズグラムは価格が4000円を下回るので、かなりコスパも高いと思うんですよね。それぞれに充電器、 iPhone、 Apple Watch、 ワイヤレスイヤホン、それぞれに揃えるよりもこれ1個で4000円以下で揃えられるっていうことなので、コスパもなかなか魅力的だと思います。今回動画の概要欄にこの購入できるリンク、商品ページのリンクを入れてありますので、そちらから購入をしてみてください。今回はこちらで終わります。ありがとうございました。